はい、これどこに弁がついてますかということなんですけども、はい、これここですね、ここ、はい、弁は寝室の前後につくと、覚えてください、寝室の前後につきます。で、これにですね、今度はそれぞれ名前があるわけですね、名前があります、はい、それどういう名前かというと、ここ何でした、ね、はい、どういう名前かというと、ここは三尖弁と言われるとですね、でここは肺動脈弁、そして、僧帽弁、大動脈弁というふうに名前がついてます。で、そしてまたここにですね、横文字が出てくるわけですよ。横文字が出てきます。トリカルピドバルブ、プルモナリーバルブ、マイトラルバルブ、アウティックバルブですね。トリカルピドバルブ、マイトラル、プルモナリー、マイトラル、アウティックです。はい。じゃあ、新エコにはどう書いてあるか。ね、今日は新エコ、初見を読まなきゃいけませんので、新エコの初見にはですね、どう書いてあるかというと、これの頭文字が書いてあります。頭文字です。はい。なので、トリカルピドバルブは T と書いてありますね。はい、プルモナリーは P と書いてあります。マイトラルは M と書いてあります。そして、アウティックは A と書いてあるわけですね。はい、新聞漢文だった。だったけど。いいよ。もう一回、もう一回。新聞漢文だったのですが、わかった、読めるとなりましたと称賛されたセミナーです。谷口式メソッドで新エコーの初見が読めるかっこいい先輩になることができます。こちらのセミナーが書籍になりました。Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー道具がついており、こちらの QR コードを読み取ることで何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口聡氏ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。これが今日のポイントになります。どうしても胸が痛いと。まずどういう指示が出るでしょうか。心電図撮って、写真も撮っとこうか。今日別線写真です。エコーも撮ってよって感じで言われると思うんですよ。これですね、実はですね、病院で三大検査項目です、これが。胸が痛いと来られたら、まず最初に虚血を疑うわけですね。はい。虚血というものは、まあ、心筋障害が起こっていると。まあ、心筋障害が起こるとですね、その部分がですね、動きにくくなると。壁運動に障害が起こると。それを見ているのが、心臓超音波検査。今日やる心エコーと言われるものですね。本日のゴールです。この一点につきます。心エコーの所見を読むです。なので、こういうですね、やり方をですね、新世界というふうに表現しております。心電図新世界セミナー、谷口聡氏です。つまり心臓超音波検査、一体何を見ているんですかということです。心臓壁の動きを直接見るわけですね。で、もう一つ見るものがあります。それが何かというと、弁です。繋がってないですよ、皆様の頭の中で。別ジャンルになってるわけですね。なぜ繋がらないのか。決定的な理由です。言葉が違うんです。3つのパートに分かれます。1つはですね、絵のパート。もう1つはですね、文字のパートがあります。そしてもう1つがですね、計測値のパートになります。この3つのレイアウトでできていると。じゃあ、これのどこを見るんですかっていうことは、心臓超音波検査を読むポイント。読むポイントがあります。はい。それは、これですね。80点が取れたら、それはもう読めると言っていただいて構いません。今日のゴールは何でした？臨床で問題ないレベルで読むです。それはどこで起きてるんですか？そして何がそこで起きてますかっていうことなんです。心電図の所見とつながってきます。つまり何で書いてあるかっていうと、アンとポスト、インフと絵で見るとこうですね。前壁はアンテです。後壁はポストです。そして下壁はインフと。で、この評価はですね、3種類なんです、これの。たったの3種類です。初見には何て書いてあるかっていうと、ハイポ、ア、ディスです。これも3種類です。マイルド、モデレート、シビアに分かれます。この3種類。でも何が起きてるか、弁の評価はですね、たったの2種類なんですよ。狭窄と閉鎖不全です。はい、同じ心臓を見てます。心電図からね、今日はやったのは心電図からこの心臓超音波検査をやりました。でもですね、そこには胸部 X 線写真もつながるということです。これです。これです。100点を目指す必要はありません。で、順番はバラバラでも我々の脳というのはものすごくよくできてますので、意味がわかるわけなんですよ。